こんにちは、太郎です。これ見てください。コクワガタがコクワガタの全容を人工養殖に入れたんですけど、今脱皮中です。オスですね。去年の冬に座割りしに行った時に取れたクワガタの幼虫ですね。うわー、かっこいいね。初めてクワガタのサナギを本物のクワガタのサナギ初めて見るんですけど、感動です。ちょっとケース開けてみますね。こちらです。コクワガタのオスですね。立派な大顎の形ですね。いやー、大きいですね。結構いいサイズ。結構いい大きさですね。これから角伸ばしていくし、結構大きめの個体になるんじゃないの。皮脱いでますね。初めて見るので感動です。無事羽化してくれるかな。無事羽化せんかったら怒るんやけど。いえ、椅子取ってきます。さすがにここでずっと立ってられないので、ちょっとお待ちください。はい、帰ってきました。いやー、いいねー。コクワガタですね、これは。触りたいけど。すごいな。ちょっとさすがにずっとこれ見てたらちょっと面白くないので、他のものをお見せします。まあ、こちらはクワガタの幼虫だと思って育てていたゴミムシの仲間ですね。クワガタの幼虫だと思っちゃって育ててたんですけど、サナギになって分かりました。これはクワガタではないですね。というわけで、あとね、これがあります。何のサナギか分かりますかね。カミキリムシのサナギですね。この3匹は全員羽化してから結構時間が経ってますね。ここの横の皮が入ってる2人はですね、あの人工養殖の中で羽化してもらいました。この1匹はね、養殖を掘ってみたらもうすでにサナギになっていたので、ここに入れときました。いやーって言ってもやっぱりこれですよね。っていうか時期おかしいですよね。今はですね、2月18日とかですけど、日にち忘れました、すいません。これはまあ2月なんですよ。今コクワガタって普通秋に
いやー、普通コクワガタって夏にさなぎになって、春にさなぎになるんだっけ？そうや、秋にさなぎになって次の夏までずっと洋室にいると思うんですけど、今2月なのに床してますね。なんででしょうか？殻がむけてきましたね。すごいですね。あ、すいません。動画にせずにずっと育てていた虫がいるんですけど、ちょっと今からお見せしますね。ちょっとこの中に入っております。もうお分かりでしょうかね、きっと。上に名前が書いてありますけど、名前は見ないように 蓋を取りました。というわけで、きっと出していきましょう。ごめんね、ごめんね。これでわかる人いますかね。ごめんね。こちら、パラワンオオヒラタクワガタでございます。これクリスマスに買ってもらいました。ペアで買ってもらいました。こっちはオスなんですけど、この子のサイズは93ミリとかですね。かっこいいね。さすが世界最大のヒラタクワガタですね。かっこいいですね。よいしょ。パラワンオオヒラタクワガタでございます。威嚇してますね。出ますね。ちょっとごめんね。ワンオオヒラタクワガタのオス、ブルックスポイント。血統の名前とかでしょうか。CBF192092023 ミリ、2023年11月下旬かですね。まあいいや。さなぎを見に行きましょう。さなぎの皮がむけてきましたね。角が短いですね、体が大きい割に。ということで、今回の動画はここまででございます。次回でご会いしましょう。バイバイ。